はい、ちょっと2軒目のロードバイクメーカーにやってきました。すいません、こっち何て読むんですか？リゾー。リゾー、はい、台湾で話題のブランドが日本初上陸ということで、あ、はじめまして。好調ムービー。ちょっとじゃあこのロードバイクを一回紹介していただきたいなと思うんですけども、はいはい、ちなみにこのデゾさんですか？ディゾー。ディゾーさん、ディゾーさんですね。はい、ディゾーさんのなんか日本初上陸ということなんですけども、ちなみにこのこれはいつ日本にやってきたの？はい、今回のサイクルモードが日本初上陸、はい、あ、今回のサイクルモードライドが初上陸、はい、そうですね、ディゾーのブランド自体2年前にできたばかりっていう形で、はい、あ、そうなんですね、はい、なんですけど、もともと OEM の受注先として30年以上歴史があります。あ、じゃあ他のメーカーにも、まあ、あのフレームとしては出されてた。そうですね、ヨーロッパのいろいろ本当に主要メーカーですね、なかなかこれ、そうですよね、まあ、なかなか大きなことは言えないんですけど、はい、そういう、まあ、大体そうですね、カーボンは台湾で作られてること多いですもんね。そうですね、メイドイン台湾でいろいろ今も、じゃあその実績があるということですね。ヨーロッパのトップブランド の、はい、その最上っていうのグレードまで、あ、そうなんですね、はい、このロードバイクのちょっとその特徴的なところってありますか？そうですね、このモデル、はい、F8 っていう感じのモデルなんですけど、はいはい、まずカーボンファイバーとして T1100 っていう宇宙産業とか航空産業ですね、宇宙産業のカーボンファイバー、そうです、あと軍事産業ですね、軍事産業に使われているので、うん、なかなかやっぱり卸してくれるメーカーっていうのが東レさん限られてします、うん、あ、そうなんですね、はい、日本の場合だとやっぱり数社のメーカーしか、はい、その T1000 っていうカーボンファイバーを使ってないので、うん、本当にトップグレードの、うん、トップグレードのカーボンを使っているということですね、はい、そうですね、というこちらのモデルはもう、はい、そのやはり高い高級グレードのカーボンファイバーを使っているので、こちらですか、かなり剛性感が高い、高いで、トップチューブもかなり太めのトップチューブを、あー、ダウンチューブですね、ダウンチューブを使ってて結構太いですね、確かにね、はい、で、BB もかなり台形化してて、はい、で、シートステイもかなり、あ、かなり太いですね、BB 周りもあるんですけど、かなり剛性感高めの、あ、確かに、ね、肉厚ですね、それでいて剛性感かなり、はい、その乗っていただく方々にも、はい、めちゃくちゃ硬かったよっていう、まあ、悪い意味でも、そうですか、そうですか、自分としてはいい意味で捉えてるんです、うん、まあ、でもこのスプリンター向けというか硬いフレームだったらそのあれですね、はい、っていう形で、うん、でも案外ギャップもあまりその気にならないぐらいだったんで、あ、そうなんですね、でそれでいて、軽く作られているので、はい、フレーム重量で S サイズで 810g、他のメーカーさんだと 700g 台とかあるんですけど、はいはい、やはりその剛性と重量のバランスっていうのを考えて、うん、それで極端に軽くするよりしっかりその剛性感があるっていうのを、そうですよね、あのちゃんとトラクションがかからないと進まないですよね、はい、あんまり軽すぎても逃げちゃいますよね、はい、そうですね、しっかりパワーを伝達できるっていう形のを意識してやってます、はい、スペインのコンチネンタルチームに供給も決まっているので、はい、しっかりフィードバックもプロのサイクリストから得てっていう形で、やっぱり硬い方がいいっていう意見が多かったりして、まあ、結構じゃあそのカーボンに関しては実績があるというメーカーさんということですね、はい、ちなみにこのグレードが結構何種類かあるんですけども、はい、今ご用意できているのが、EOS M8 EOS と S6 S6 ですね、はい、S6V っていうモデルですね、はい、まあ、主にカーボンファイバーの質が違っていて、T1000 というものと T800 っていうものを使ってます、ね、うん、これはどんな違いですか、はい、T1000 は先ほど説明したように東レの最高級カーボン、最高級カーボン、これも、はい、あのかなりいいカーボン、 T800 もいいカーボンを使ってるというですね、はい、なので、うん、価格がこっちの方がやはり抑えられてる、お値打ちになっていると、はい、でこちらだと、T1000 を使っていて、うん、フレーム本体だけの価格で、あ、フレーム本体、フレームセットですね、はい、フレームセットの価格で30万円くらい、あ、フレームセットで30万円、はい、それで T800 だと105の完成車、はいはい、で、これがお値段20万円前後っていう形になってます、ね、じゃあ本当にもうロードバイク初めて買う方でも全然手が届きそうな、はい、そうですね、じゃあ主にその特徴としてはやっぱりカーボンにその実績がある分、その、はい、そういった実績を生かしたそのフレーム合成だとか、はい、そうですね、作られてると、はい、ちょっと一回試乗したいなと思うんですけども、はい、いいですか、はい、はい、よろしくお願いします、ぜひ感想を、あ、いいですか、試乗していきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今から調整します、はい、母ちゃんムービー、
ロードバイク試乗してますけども、思ったほど硬くはないです。でその踏み込んだ時の推進力もダイレクト感があります。ちょっとコースが短いっていうこともあって、はい、分からない部分もあったんですけど、はい、ただ それほど硬くないですね。あ、そうですか、うん、なるほど、まあ、乗ってて、うん、はい、乗ってて楽しいロードバイクだと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとホイールが結構爆音ですね。まあ走ってて結構みんな気づくんですよ来たなって感じで、ベルとか使わなくても結構歩行者の人が気づいて、そう結構ね、この音は結構爆音なんでみんな後ろから気づいてくれる、かっこいいですね。でちょっとカラーリングが、ね、特徴的でグラデーションがかかってて、でまあ、こちらも同じようなグラデーションがかかっててっていうような感じ で色はマットブラックが主体となっているフレームですね、はい、これもやっぱりカラーリングがこの2種類だけで、フレーム自体は一緒なんですね。あ、こちらの色が、あ、これですね。そうですね、こちらの色は、あ、これはまた、あ、可愛いですね、こちらは、はい、そうですね、なんか女性でもすごく可愛らしいカラーですね、パステルカラーのような。でもこちらもあのやっぱりマット系の塗装になってますね。そうですね、この辺の部分がマット系で、でちょっとパステルカラーで女性にもちょっと受けそうなカラーリングですね。これもピンクで可愛いですね。そうですね、ギリシャ神話のイオスっていう女神、あの雲の間から太陽が現れるように女神様が一緒に現れてくるっていう、ね、そのイメージでカラーリングがこのようにちょっとパステルカラー、色はすごくね可愛らしいと思いますね。またこちらの方はカラーリングが違うんですけど、より軽い塗装を使ってるんで、グラム数でいうと 30g より軽いです。あ、 30g 軽いんですね、はい、塗装が。そうです、なのでカーボン繊維も見えるぐらいの、そのこれですね、カーボンのしっかり、あ、ちょっとよく見ると見えますね、ちょっと、はい、下地のカーボンがちょっと見える感じですね。さらに軽量化、まあ、すごくシンプルなんだけども、特徴的なのはこの辺しっかりと太いですね。そうですね、 BB 周りはやっぱり剛性を強くしているから、うん、この辺が一番重要なところだ、まあ、ダウンチューブも結構太さがあるので、はい、まあ、とても面白いロードバイクだと思います、はい、まあ、こちら日本初上陸ということで、はい、もしよかったら皆さんもね試乗する機会があったら、ぜひぜひこのディゾさんのロードバイク試乗してみてはどうでしょうか、はい、ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、どうもさよなら、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。レバー下、右斜め下、右と同時に。